女装刑事が可愛すぎる。この美人すぎる女装刑事は東堂といい、警視庁所轄警察署六曲署の刑事です。東堂は心も体も男で、妻も子供もおり、見た目以外は完全に男性ですが、まるで可憐な美少女の見た目をしています。若い女性に擬態することで犯罪者をおびき寄せ、犯罪者をあっという間に連れていきます。そんな完璧な刑事に見える東堂ですが、一つだけ欠点があります。それは仲間の刑事も東堂を好きになってしまうということです。六曲署の刑事はほとんどの個体がオスであり、オスたちはメスと出会う機会が少ないため、メスに対する免疫が全くありません。にもかかわらず東堂は無自覚にオスたちに接するため、触れられたオスは皆メロメロになってしまいます。比較的我慢強い個体三上とペアを組むことでうまく回しているつもりですが、その三上も時間の問題です。それが誤って自分と同じオスに浴場し、無意味にドキドキしてしまう哀れな生き物、六曲署の刑事なのです。次に来る漫画大賞2023ノミネート作品、美人すぎる女装刑事東堂さん、コミックニュータイプで連載中。面白かったら次に来る漫画大賞への投票よろしくお願いします。